サンソン・フランソワは第二次世界大戦後のフランスにおける代表的なピアニストの一人である。主にショパンやドベルシー、ラベルの演奏を得意とした。フランス人の両親の間にドイツで生まれる。5歳でピアノを始め、早くから天才と言われた。1934年、一家でニースに戻った時、アルフレッド・コルトに見出されて1936年に、 エコールノルマル音楽院に入学。1938年にはパリ音楽院に入学後はマルグリットロン、イボンヌルフェビュールに指示。ロンの最後の生徒の一人であったが、彼の態度はいたずらっこのような様相を呈していて従順ではなかったため、ロンも手を焼いたという。その後1940年に音楽院を主席で卒業した。1943年に、 1> 第1回のロンティボー国際コンクールで優勝した。その後1947年にアメリカデビューを飾り、その後も各地で演奏活動を行う。ドビュッシーのピアノ作品全集を完了する直前、心臓発作のため休止した。46歳没。亡くなった日もレコーディングの予定が組まれていた。デビュー直後は好きと決めた作品なら徹底的に勉強した。 ベートーベンは、政治的に嫌で受け付けない。モーツァルトなら受け入れてやっても良いなどの発言も、残っている。師匠のマルグリット論によれば、彼の好きじゃない曲はびっくりするほど練習をせずに、レッスンに来たという。フランソワは、酒を愛した人であった。また、タバコも愛し、酒は、やめるがタバコはやめられないと妻に語ったことがあり、健康を害していても愛する。 クラバンというタバコをたしなみ続けた。1955年に、ジョゼット・バブサーと結婚し、同年には、一人息子マクシメリアンを設けた。ジョゼットは、その後、2011年2月28日に81歳で死去し、2002年には、父の自伝を出版した息子のマクシメリアンは、2013年10月11日に、アメリカ合衆国ニューメキシコ州で死去した。 没後50年となる2020年10月に、ワーナークラシックスより、初出音源とフランソワの息子である、マクシミリアン・サンソン・フランソワ脚本、クロディ・フランソワの支援のもと、クリスチャン・ジュリエ監督による、ドキュメンタリー番組を収録した DVD を含む、可能な限りの録音を修正した CD ボックスが、発売される予定。ありがとうございます。